今日のテーマ、ズバリ今日のテーマなんですけど、プライド高い人が無駄なプライドを捨てる方法3選っていうテーマで今日やらせていただきたいと思ってて、多分この動画見てる方でこういう方多いんじゃないですかね。プライド捨てたいけどなかなか捨てれねーみたいな。そもそもプライドってどうやって捨てるみたいな。で、実際じゃあプライド高い人がどうやってプライド捨てれてるか教えてよみたいな、そういった多分悩みを抱えてる方で結構いらっしゃると思うんですよ。で、僕なんですけど、実はですね、僕相当今だとうわーアレクサでーすみたいなこういうことできるんですけど、昔の僕って全然こんなキャラじゃなくて、もうプライドの塊だったんですよ。前回のプライドを捨てされると、なんかいろいろメリットがありますよっていう、動画でもあげたんですけど。で、まず最初にですね、お前誰なんてか多分思ってると思うんですよ。お前そもそも誰なんて多分思ってる方多いと思うんで、かなり僕のプロフィールをこちらにも載せてるんですけど、僕もともとですね、福岡出身の湯浅龍二って言います。28歳で、彼女はいません、どうでもいいか。はい。でですね、もともと関西、僕ですね、もともと関西学院という、関西の関関同率の関っていう、一応名門の関学っていうところを卒業しまして、で、英語を割とこう、ペラペラっていうか、割と得意だったんですよ。で、そこで通訳の仕事をしてた時に、外資系企業のプルデンシャル生命という会社にドーンとヘッドハンティングされてですね、もう有頂天ですよ、僕なんか。いやー、でも感覚が欲しいね。もちろんね、東大とか慶応出身とかでも全然してたんですけど、感覚でもう英語で言うし、外資系企業にヘッドハンティングされてる、おしゃーみたいな。もうやべえと思って、もうやべえぞ、俺もう最強だみたいな。いわゆる合コンとかで、分割でですね、前回も話したんですけど、9万円のジミーチューを分割購入して、それを店開かしたりとか、26万円のアイマイのスーツを、お金ねえのにも分割で、ダーンとかって、アイマイのスーツ着てます、外資系金融ですよ、おれみたいな、いかにもみたいな、めっちゃ痛いじゃないですか。痛いじゃないですか。けど僕も、プライド、そういったプライドの高い僕でもプライドを捨てれたっていうですね、方法を今日ですね、ぜひ皆さんにご紹介できたらなと思うんで、この動画をですね、きっかけに今プライド高い人がこう何かしらこうきっかけでですね、少しずつ、やっぱいきなりはね、バサってなかなか難しいと思うんで、少しずつこうプライドを捨てていけるような、そういった動画になればなと思ってます。で、ちょっと話すみません戻るんですけど、でプルデンシャル生命が僕もう極端なんですよ。プライド高い状態からドカーンっていわゆるホームレスグリーン代に8ヶ月間僕暗黒の時代があるんですよね。で、そこで本当にプライドを捨てれたっていうのもあるんですけど、じゃあ実際にじゃあどういう風にしてプライドを徐々に捨てていったのか、今日はこの3つのコンテンツでお話をさせていただきたいと思ってます。まず1つ目なんですけど、はい、今皆さん変顔できますか。これがまず1つで、2つ目、プライドとこだわりの違いを見抜く、これが2つ目なんですけど、で、3つ目っていうのがホームレスになる、過去気分的に、このコンテンツでお話を進めていきます。これは僕は実際にホームレスグリーンってなったからこそいろいろ分かったことなんですけど、まず1つ目、1つ目がですね、はい、今変顔できますか。これですね、僕プルデンシャル時代によく上司に言われたんですよ。あ、やだね、うん、プライド高い、言わせて、もう上司は僕のもう嫌なところで全部してるんで、お前プライド高いから成長できないんだよ、よーく言われてました。無駄なプライド捨てなよ、お前みたいな、よく言われてました。もちろんこんな言い方じゃなくて、プライドした方がいいな、言われたけみたいな、言われたんですけど、僕は、いや、恥ずかしいです。じゃあ、変顔してみないよ、みたいな、ピーンって、上司やるときに、僕できない。いや、恥ずかしいです、みたいな。いや、恥ずかしいです、みたいな。なんで、プライド捨てれるか捨てないか、まず変顔できるか、好きな人の前で今変顔できますか。上司の前で変顔できますか。うえー変顔できますか。これできるかできないか、だいぶ変わると思いますね。で、今、実際にじゃあ変顔できますって言われて、自分に問いかけたときに、ちょっと恥ずかしい。好きな人にはちょっとできないと思う人は、やっぱまだプライドがあると思います。で、僕は本当に極端な例で、僕めちゃくちゃ音痴なんです。バーリ音痴です。音痴なんですけど、やっぱこの音痴さをみんなに知らせれば、もうプライドなくなるんじゃねえと思って、僕実はですね、カラオケで、あれですね、もう一切、もう今一回見たことないですけど、一人でカラオケに行きまして、なんか、ね、小さな恋の歌でしたっけ、多分本場人の、なんか、ほら、あなたにどれだけの人だみたいな感じで、本気でもうこんな、今ふざけてごまかしてるんですけど、で、歌ってですね、歌って、もう SNS でバーン晒したみたいな。だから俺は音痴だよーって、もう自分のその弱みを見せるってすごいプライドを捨てられる、まず一つのきっかけになるかなって。これはちょっと極端なんですけど、小さな悩みっていうのは相談したりとか、実はさ、俺さ、もう
箸バリ臭くてさ、バリ臭くて相談できなくてさ、みたいな。でも、この悩みは先言えよ、みたいな。意外とそういったところからプライドって徐々にこうなくなってくると思います。で、二つ目、こだわりとプライドの違う魅力。これなんだ、プライドとこだわりの違う魅力。これなんですけど、これ僕の中で定義があって、こだわりって僕は持つべきだと思うんですよ。ただ、無駄なプライドって何やろって考えたときに、プライドっていうのは、いわゆる、こう、自尊心なんですよ。俺何でもできるぜーみたいな。俺はすごいな、特に僕ですよ。感情的に英語で言うと、何ができるわーねー、これは自尊心。これ無駄なプライドです。じゃあ、こだわりって何なのか。いや、俺はここには本当にいろんな魂、思いがあって、こいつ絶対に負けねえみたいな。あの子を好きな、この気持ちは俺絶対負けないの。どうしてもあの子と付き合いたんだっていう、こういうなんか、そのなんかこだわり。わかりますかね、これ意味合いって。これはいわゆるプライドは自尊心。こだわりは、こだわりはプロ意識。これだと思うんですよね。やっぱこれがあるといろいろ邪魔することが仕事の面で特にあって、僕プルデンシャル生命に初めて入社して初めて営業だったんです。保険の営業なんですけど、例えばプライドがあるとですね、なんか上司がいろいろ教えてくれるじゃないですか。いろいろやっぱ今の経験をもう10年ぐらい持ってる上司なのに、僕プライドがあるんで、はい、皆さんこういったアドバイスがあるんだけど、やっぱ聞かないんですよ、プライドがある。いや、分かってますって、もう分かりますからみたいな、もう何でもできますからみたいな。で、結果が出ないみたいな。けど結果が出ないことを自分で受け入れられない、アドバイスをこう聞こうともできないんですよ。もうプライドがあるんで、いや俺絶対自分で何とかやるしみたいな、絶対何でもできるしみたいな。このプライドってマジでめちゃくちゃ無駄だと思うんで、本当に無駄なプライドをもうバーサーと今すぐ捨て去るべきだと僕は思います。じゃないとやっぱりこうもったいないですよね。今後やっぱりいろんなチャンス、いろんな業界、新しい世界に飛び込んでいく中で、やっぱりこう先駆者というか、その業界でやっぱ活躍されてる人の情報ってめちゃくちゃやっぱ貴重なんですよ。リスペクトして、でも何でも教えてくださいスタイルでやっぱいかないと。じゃあでも絶対やっぱ損すると思うんですよ。やっぱ何もやってないことに、赤ちゃんがいきなりサッカーできますかって、できるはずないんですか。なので僕はプライドが邪魔して、いや、もう大丈夫ですみたいな。で、結局、営業で結果が出ずに。で、言われます、それでクレジットで散財して、借金だけ作ってホームレスフリーターになっちゃうっていう、なんかこういう末路に僕はなっちゃって経験してるんで、やっぱプライドって本当にそういった自尊心、俺何でもできるんだっていうのは、こだわりと違うんじゃないかなって僕は、個人的にですね、すごい、思ってます。でさ、ホームレスになれてたんですけど、これ基本的にっていうのはすごい極端で、例えば今いろいろこういろんなプライドで悩まれてる方っていろいろいらっしゃると思うんですよ。じゃ実際に肩書きとか地位とかじゃあ全部なくなった時に、例えば恋愛で言うと、じゃあ今好きな人ってそれなくなったらあなたから離れますかっていう、ここなんですよ。いわゆる地位、自分がありのままで勝負したらその人っていなくなるんですか。その人ってじゃあ、あんたそんな、なんか前まではなんかかっこよかったけど、実際そうだったんじゃあいいわっていう人、ここを見極めれるかっていうここですね。なんで何が言いたいかというと、ありのままでぶつかった時に、なんかありのままでぶつかれますかっていう、例えば今好きな人がいるとしたら、やっぱプライドがある人ってやっぱプライド持ったまま、いや俺かっこいいだろ、俺かっこいい、僕はドライで行こうぜみたいなのになると思うんですよ。じゃなくてプライドを捨てるっていうのは、いわゆる本当に自分のありのままでその人に向き合えますかっていう、もう地位もプライドも全部失ってそれでも向き合えますかっていうところが、やっぱりプライドをなくすきっかけの一つになるのか、ちょっとなんか難しく伝わりましたね、この意味合いになるんですけど。だから僕が言うですね、本当にプライド高い人がその無駄なプライドをバサッとこう捨て去る方法っていうのは、より3つですね。まず1つ目っていうのが、はい、今変顔できるかって、この変顔ができますか、今できますか、今できますか。で、2が、プライドとこだわりの違うバシッと抜く。プライドは自尊心、こだわりはプロ意識ですね。でこのプロ意識はやっぱ持つべきです。無駄なプライドをバサーもう捨て去りましょう。もうこのバサーすりましょう。例えばこれもプライドします。プライドいませんもうこれやりましょう。プライドもいらないです。無駄なプライドをバサーでなくすべき。で、3つ目というのはホームレスになるという、ありのままで勝負できますかっていう、もしできないのであればプライドがやっぱ邪魔してると思うんですよね。だから僕もホームレスクリエイターになった時、やっぱ好きな人がいて、やっぱありのままの自分を知ってもらったけど、やっぱ勝負して、そこでやっぱ実った恋っていうのがあったんで、やっぱその時初めてプライド捨てれた自分で勝負できたっていう、なんかこう、あ、俺ってやっぱプライド捨てれたんだなっていう実感がありました。まあこんな感じで、僕の動画の中ではですね、まあホームレスクリエイターの特に本当に暗黒時代にすごい学んだこと、知恵っていうのがたくさんあります。これって教科書に本当に載ってなくて、やっぱこう、実に経験したからこそこう、皆さんにこう、なんかシェアできるものがあるんじゃないかなって僕は個人的に思ってます。で、概要欄にも動画いろいろ貼り付けようと思ってるんですけど、僕今アメリカに通訳として在住してます。ただ僕はあくまでですね、フリーターっていうここをですね、こだわってまして、僕はフリーターで来てます。アルバイトとして今雇われてます。
はい、なぜかっていうと、もうこの概要欄に、まあ、前回の動画にも載せたんですけど、やっぱりフリーターの一番の特徴ってやっぱりフットワークが軽いとか、24時間も自分の時間をコントロールできるとか、やっぱこういったことにあると思ってて、やっぱりこう何かに属しちゃうと、何かやりたいのに、ああもうこれのせいでもう何もできない、うわ行きたいけど行けねえみたいな、会社に属してたら、うわー、明日だと普通に9時出勤しないといかんけど、うわー明日しかない、例えばコンサート行きたいけど行けないみたいな、チャンスを逃すとめちゃくちゃもったいないと思うんですよ。まあね、そういったまあいろいろフリーターの方がこれから成り上がるために、人生逆転ラインで一緒に現れないですね、マインドであったり、まあいろいろためになるような、そういったコンテンツを概要欄に貼り付けて皆さんとシェアできたらなと思ってます。はい、なので皆さんもしよろしければ、チャンネル登録といいねボタンを押していただければめちゃくちゃ嬉しく思いますので、以上、アメリカ在住通訳学校フリーターのアレクサがお送りしました。